まあそのサイトにね、マリア・テレジアには男子が生まれなくなったを見た時から、まあそのねハプスブルク家の血の戦術、ま、話してたのがまさにエアーではね、そのそれがまさに語られたのか、地上で語られたのが、まあ、ファンタムだのオペラ座の怪人であったと思いますね。まあその写真がまあ、まあなんだろうな、リアル、つまりまあ現実のものを撮る意味合いからして、まあそのシュールとはまさにその逆の、まさにまあ絵で描かなければ無理の物語ではあったものですよね。そもそもまあそのシュールの始まりは劇場劇であったようなことが、まあ本に、シューリアリズム芸のことを語る本には書いてあった、そのヨーロッパのまあそういった、うん、なんていうのかな、まあ、歌劇みたいなものはシュール化して日本で上映するが始まりだったようです。そこにまさに自分の写真が、まあ、写真とも絵とも言えなくなった時に、そのまあイミテーションゴールドですね。